動画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、いつしか6歳でございます。今回もこちら、フォーザキング7回目をやっていきたいと思います。前回ですね、この王の迷路、これをクリアしまして、だいぶね、神の髭を使ってしまったんですよ、回復薬ね。なので、ちょっと回復薬をね、回収したいなって思うのと、あとね、ちょっと防具がちょっと貧弱なのかなと、結構ダメージ受けたよね。なんでその辺のね第7回目はアイテム集めをやっていきたいなと思います。もう3章のねこの天を貫く炎乾いた荒野のハスタに向かえということで、乾いた荒野ハスタがねここにあるんですよ。おそらく船で渡ってちょっと行ったらすぐかなって思うんですけど、まだこの土地ね、この土地を回りきってないところもあるので、ここ回りきって、回収していこうと思います。とはいえね、あんまり日にちが経ってしまうと、物のね、インフラとかが上がってしまうので、あと、薬剤やね、カオスも訪れてしまうので、あまりもたもたもしてられないということで、イベントなどを回収してね、しっかりやっていきたいと思います。さ、まず第1回目、ババノシンのターンかな？ババノシンこれいける？何でもあり得る。じゃあ、ここ行ってみよう。さあ、風化したルーンストーン。あ、運よくね、知能チェックです。知能3つ。64% で大成功ね。フォーカスが0。じゃあやっていきましょう。調べる。よし、大成功。経験値50。レベル8になりました。一足先にレベル8ですね。ババのシーン。近い近い近い。よし。あ、フォーカス使っちゃった。まあいいや。はい、ターンエンド。さあ、6歳のターン。これなんだ？安全キャンプ、あ、そっかそっか、前回張ったキャンプだ。で、6歳で橋のトロール、橋のトロールちょっと倒していきますか。まだだな、これは。周りに味方がいない、いる、まあ、そもそも機動力足りないか。はい、土星のターンです。で、土星で、あ、いけるね。ババノシンもカバーしてる。よし、行こう。戦闘仕掛けよう。ここにも敵いるからね。敵は2体です。橋のトロール。では戦闘していきましょう。さあ、レベル5はもう格下ですからね。サクッと倒していきたい。じゃあまずは邪悪なバード、邪悪なバード、41アーマー貫通、いけ、成功。橋のトロールだった、間違えちまった。まあいいや。なんだこれ、ん？回避率上昇。さ、じゃあもうこのまんま、フロストボルト、橋のトロール行こうかな。いや、待てよ。グレーターアイスストーム。これ結構知能チェック多いけど、まあ、全体攻撃ですね。これ行こう。あー、2つミスった。回避か。回避率上昇されてるんでね。ではでは、今度こそ、邪悪なバードに的確な一撃。よし、決まった。アーマー貫通29のダメージ。で、先に、邪悪なバードを倒したい。これはチャージでいいな。うわ、回避だ。こういうとこで無駄にダメージ受けたくないんだよな。さあ、混乱攻撃は回避。さあ、メロディー攻撃。魔法ダメージですね。もう一回、グレーターアイスストーム。よし、完璧。ナイス。あとはトロールだけだ。回避率が上昇しているので確実にチャージで。オッケー、ナイス。さあ、お金とアイテムゲット。ゴールドコイン65は山分け。スパイク付きの盾、これいらないけど売る。お、浄化の巻物。フィールドマップ上で特定の範囲内の腐敗したマスを全て浄化する。腐敗したマスが今のところ見当たらないんですけど、持っときましょう。なんかね、いろんなデバフを受けるのね、その腐敗したマスっていうところに行くとね。なんだこれ、カードゲーム。才能チェックか。才能が高いのはババノシンだな。じゃあババノシンに行ってもらおう。エネルギーブースト。さあ、ターンエンド。で、ババノシンこれ。カードゲームやろう。あ、今一瞬可能性、パーセンテージ出たけど消えたわ。どういうこと？さあ、トランプ詐欺師が帽子の下から君を見つめてる。コインを持ってるなら面白い賭けがあるんだがね。これやってみよう。才能チェックですね。プレイする。大成功。130ゴールド。やった、ついてるね。闇のカーニバルはギャンブルか。一応ちょっとこっちの雲晴らしていこう。うん、特に何もない。ターンエンド。ちょっと体力回復していきたいね。お、って言ってたら来たよ。旅するヒーラー。
活力チェックです。6歳89だからね、活力高いよ。治癒オッケー、全回復、体力マックス、そしてフォーカスも全回復ですね。ラッキーで、これは敵か、ワイルドメイジレベル5。あ、敵3体いるね。敵が3体いるので、こっちは、あ、こっちだと全員巻き込める、ならず者ね。よし、じゃあ3対3のバトル戦闘。さあ、隠したとはいえね、3体いるから、まずはワイルドメイジだな。ならず者もでもコイン盗むからな。どうする、ならず者から行こうか。よし、そうしよう。ナイス、オッケー。そして貫通攻撃。さあ、全体魔法は回避。ババノシンがちょっとまずいな。ババノシンの体力がまずい。しかも炎上か。よし、じゃあグレーターアイスストーム決まった。よし、ならず者ゲット。あとはワイルドメイジ2体か。じゃあちょっとね、挑発するか。挑発、よし、これで6歳を狙うでしょう。さあ、炎上ダメージが入ってる。チャージでどっちでもいいや。 OK。 さあ、ワイルドメイジのターン。ショックだ。あー、2人ショックになった。まずいね。ババノシン回復しよう。あ、ない。ない。ババノシンないぞ。まずいね。じゃあとりあえずグレーターアイスストームだ。あ、2しかダメージ入んない。まずいな。戦闘中は渡せないもんね、これね、神のひげ。んー、じゃあとっとと片付けるが吉。チャージ、よし、オッケー。あ、まずいね、残り2だ。これはどうしたもんか、どうしたもんか。まあいいや、ランジ、ランジ一発で決まる。クリティカル出たら決まる。あー、ショックだから決まるわけないか。まずいな。あー、ババノシンが倒れた。しかし契約を結んでるので一度復活できます。その代わり契約が壊れました。また石碑見つけないとね、ババノシンに契約させないと。さ、本来はね、このライフプールっていうのを消費して復活するんですけど、契約を結んでるキャラは一度だけ復活することができます。で、アイテムなしかい。ちょ、パリド行く、パリド行ける、行けないんだ。お、エネルギーブースト行けた、ラッキー。クエストはもうないね。マーケットで、お、神の日余ってんじゃん。ちょ、ババの信用に取っとこう。で、ここは一つ、そうだな、何がいいかな。あ、ブロードソードとか売ってんね。丈夫な、だが活力チェックか。どうしたもんか。すね当て、これ瞬足の靴履いてるから無理か。お、魔術師の靴がある。じゃあテレポートの巻物買っておきましょう。テレポートの巻物と、あとはなんだろう。別にいいかな、今は。別にいいですね。じゃあサービス受けとこう。うわ、宿が32ゴールドもする。よし、回復。で、ババノシンね。おっと？あ、公衆台を見つけた。ハングマンのふるさとだ。これハングマンじゃない？多分。薬剤ですね。ちょっと一回回復したい。一回回復したいので、フォーカス2消費して、よし、パリド入った。で、マーケットで、ここで竜のパイプ。まだ買ってなかった。あ、骨のパイプか。で、竜のパイプも買っちゃおう。で、ここで、ドスエから、ババノシにすべてゴールドを渡します。で、神のヒゲを3つ買っておこう。まだ買えるね。水の学術書。これは？
魔術師の靴、防御力プラス2と耐性プラス4。あ、これいいじゃん。よし、魔術師の靴を買って装備。知能上がるからね。で、だいぶお金がなくなった。人手の杖は、売ろう。売ります。で、天のダガーもね、もういいでしょう。これね、ダメージがちっちゃいので。で、魔法の放棄も壊れるやつだけど、これも使わないでしょう。売る。で、1位の杖。一応パーティー回復あるけど、これも売ります。で、対魔法盾もいらないね、もうね、こうなったら。結構あるじゃん。ボロボロのローブ売りましょう。で、錆びついた鎖。これね、パーティーの防御力プラス1はでかいんだけど、売る。集中の石。最大フォーカス。これもいらない。売る。全部売ろう。獣皮のブーツ売る。OK。そしたらば、92だ。で、ここでサービス。宿で休む。よし、体力全開。OK。6歳さんも休ませたいね。6歳さんも休ませたい。フォーカス使って、童話がいてももう1個足りない？いや、いけるか。いけるいける。よし、全員パリド集結。で、6歳さんは、呪いかけられたら困るから、ローマ女殺し買っとこう。それから、テレポートの巻物。これでもうなくなったね、テレポート。で、あとはなんだろうな。別にいっか。すね当て。おー、これ力が3プラスか。防御力6。うん、いいね。よし、じゃあこれを装備しよう。で、6歳さんもアイテム売って、これね、鉄製の円盾。これいらない。スパイク付きの盾もいらない。毛皮のブーツもいらない。錆びついたメダリオンもいらない。はい、売りました。そして、同じくサービス。宿。OK。ほんじゃ、ハングマン行きましょうか。さあ、ドスエのターン。一気に近づけるね。で、ここでターンエンド。さあ、これもしかして、あれかな、一人だけとかじゃないよね。一人だけではないね。よし。進んで進んで。再フォーカス。さあ、行こう。今回ね、7回目は本当、ストーリーを進めるというよりは、アイテムやね、サブイベント回収みたいな感じの回にしたいと思います。じゃあ行こう。レベル8、講習台。敵は3体ね。厄災と戦う。さあ、来た。ハングマン。ああ、力ない者たちを餌食にするろくでなしの盗賊ども。貴様らは死刑だ。最も苦しい方法で死をくれてやる。くれてくれるんでしょうかね。まず鬱陶しいのが横の囚われの魂ってやつ鬱陶しいな。こいつらを先に倒しちゃいますか。よし、アーマーはついてない。22のダメージ。そして、グレートアイストームを決めよう。ちょっと確率上げてね。ナイス、1体倒した。そしてフローズン。いやー、ババの神狙ってくるね。なんだこのドクロのマーク。空振りしたわ。で、出血かましてやろう。よっしゃ、出血スラッシュ2。あ、無効か。出血無効ついてるわ。うーわ、やらかした。で、囚われの魂はまあいいでしょう。魔法で仕留めるとして、ハングマンだ。ハングマン、さあ立ち上がれよハングマン。違うか。さあ、グレーターアイスストームを決める。よっしゃ、フォーカス惜しみなく。そしてドスエでとどめ。いけるぞ。ナイス、意外と楽でしたね。さあ、ゴールドコイン72。これはまあドスエに回収しよう。で、ロアの本3ゲット。ハングマンのフード、アーティファクト、クリティカル率10、ダメージ耐性アンデッド、活力プラス10、死因無効、あ、即死系のやつかな。うわ、クリティカル率10か。これでけえな。どないしょう。どないしょう、これ。うわー、これね。ドスエだな。
土星装備かぶったハングマンのフードかぶった土星。よし、そしてさらに移動できるのね。ナイス土星、いいぞ。じゃあ東の方へ向かいましょう。ターンエンド、こっち海渡ってこっち行くっちゅうのもあれだけど、何もなさそうだね。さあでもここになんかあるんだよね。あ、敵出てきた。あ、なんだこれ。え、廃村。わお、ならず者一体だけか。一体、うん、瞬殺しよう。よし、瞬殺。とりあえずね、経験値とアイテムはもらいたいから。さて、クリティカル出るか。その前にミスった。その前にミスったよ。ナイス、堅牢。これね、6歳のあの、鍛冶屋のね、特技。さあ、魔法は決まった。そして、6歳さんで、ランジ、とどめ。ナイス、オッケー。1体だけは余裕だね。さあ、1体だけなんで、ゴールドはそんなにない。アイテムもない。残念。んじゃあ、行こう。あの、廃村気になるけどね。あと、ここに多分ダンジョンあんだよな。ダンジョン行くっていうのもありだよね。海の洞窟。チラッと見えてたわ。で、ここは港。あ、なんかあるぞ、イベント。イベントこなそう。水岸だ、来た。ドスエね。認識力86だから。大成功64パー、いけ。よし、大成功。なんだ。おー、学者の薬草、ありがてえ。これで、ドスエレベルアップか。よし、レベルアップ、レベル8になった。で、これいけんじゃない、風襟の監視塔のここ。深い洞窟。これスキルチェックか。よし、じゃあフォーカス使っていこう。さ、で、大成功47だけど、ここも惜しまず今あるフォ、あ、待ってよ。待ってよ。あ、2個でいけるわ。2個でいける。よし、検索 100%。大成功。おー、ゴールドゲット。そして、あ、何これ、回転層。ウォースペアより強いけど、強いけど、チェックが1個増えるのね。で、チャージ、マジックミサイル、オーバーロード。オーバーロードってなんだろう？防御力がプラス2か。ダメージは上がるけど、ウォースピアの貫通ついてるのがいいからな。とりあえず回収だけしとこう。で、魔法使いの帽子。耐性最大フォーカス、知能4、混乱無効。ババノシンあげたいけど、ババノシン、レア帽子被ってるからね。で、風入りの監視と、は多分あれ買うもん買ったよな。もう買えるもんないと思うんだよな。まあいいや。あの赤いね、ファイヤーボルトじゃねえや、なんだっけ、こっち、ちょっと待ってよ。お、敵出てきた。こっちのね、この辺り結構あの神のひげ買い残したはずなんだよね。あとこっちも行ってないから、このオールトンの下、この辺とかもちょっと明らかにするのもありかもね。ひねくれた一種。これは、素早さチェックか。土末にやらせよう。ということで、風入りの監視塔に一回向かおう。よし、6歳ターンエンド。で、土末で、近い。よし、ひねくれた一種。素早さチェック。素早さ95だからね、試みる。はい、大成功。100ゴールドゲット。ラッキー。で、風入りの監視を除いて、クエストはもちろんないね。マーケット。あるじゃん、神のひげ。よし、神のひげ買っとこう。で、あと2個は、6歳とかにも渡したいからね。万能薬系買っときますか。ローマ女殺しも持ってないね。ローマ女殺しも買う。で、もう買えるものがないから、売ろう。まず探検家の帽子。回転層も売ろ。お、竹竹 88! で、革製の鎧。これ17ね。魔法使いの帽子取っとこう。集中の石。これはいらん。で、役者のブーツ。絹のスカーフ。よし、これでいっか。で、166。あ、ここに魔術師のローブあるんだ。ババノシ魔術師のローブじゃなかったっけ。ヘルメットはいらないな。うん。あとはいっか。ちょっと、お金取っときましょう。よし。で、サービスは受けない。猿。進む？進もっか。進も。
ここの血の請求はもう契約してるもんね、土星がね。いや、ババノシンにもちょっと契約交わさせたいな。ババノシンも進んどく？こいつ一体だけ。氷の岩を。一体だけっぽいな。じゃあ二人でやっといて。よし、オッケー。レベル5のね、モンスター。さ、こいつはアーマーがあるから、アーマー貫通。フォーカス使用で 86%。オッケー。貫通23。結構体力でかいからね。反射するんだ。そうか、スタン。いや、フロストボルトだな。やばい、マジックアーマーが12ついてっからね。侮れないっすよ。はい、回避、ナイス。地味にババノシンの方が、ババノシンの方がアーマーあるんだね。アーマー9だって。土星アーマー8だもん。まあ、その分回避が高いっていうね。これでとどめだ。オッケー。さあ、何ゲットできるかな？ゴールドコイン。ババノシン全部あげる。何これ、黒猫アンコモン。運プラス20、上級ステルス。うわぁ、上級ステルス。まあ、いらねえや。いらねえや。黒猫は可愛いけど、いらねえや。再フォーカス。あ、石炭の主が起きた。破壊的な火山がファーラル中に現れる。うわ、これまずいね。これまずいわ。早くあの厄災止めないと。ちょっと風入りの塔のマーケットで。あ、神の髭1個しか買えない。てか、お金ねえ。お金ねえ。マジか。マジだ。ということで。結構遠くにいるもんね。とりあえず猿。去って、もう動けない。テレポートの巻物使おう。ウッドスモークの近くに。よし、オッケー、降り立って。で、あ、火山、これ。これか、火山。周りのマスに火をつける、通ることができない溶岩の、うわ、危な。ちょっとやっぱりね、土星にちょっと一っ走り行ってもらって、買い余した神の髭を買おう。で、万能薬も買っておこう。で、テレポートの巻物今使いたいんだよな、1個。黒猫っていくら？黒猫売るの。11か。うん、やめよう。持っとこ。よし、猿。戻れ。早くあの厄災を止めねば。お、エネルギーブースト来た。エネルギーブースト、移動。よし、ババノシンももうウッドスモークに走れ。で、マーケット。神のヒゲはない。テレポートの巻物あるね。買っときましょうか。よし、オッケー。で、クエストはもちろんないね。オッケー、ないね。じゃあ、猿。ちょっと急いで、厄災を止めねば。とんでもないところに火山できたら困るからね。で、6歳は、お金ないから、ね、お金ないからナイトマーケット行ってもしゃあないんで、ターンエンド。よし、土星急げ。ああ、燃えてる。こんな風になるんだ。やばいね、あそこに船置いてあっかんね。後で戻ってこなきゃいけない。っていうか、海から行った方がよくね、これ。どうなの、これ。海から行った方が良さげな気もするけど、土星さ、もしかして、ちょっと品物見る。イカダ買えるね。イカダ買おう。イカダ買って、パーティー全回収。よし、これで行こう。ちょっとあの火山をね、火山を止めに行きます。海のこのダンジョン寄るのもいいね。さ、ババのシーン。あんま進めないけど。あ、恐怖来た！ラッキー。火山に行くためには裏側に回しようがいいか。お、生命の泉。この生命の泉っていうのは、チェック、速さチェックしてね、このライフが増えるんですよ。だから取っておきましょう。まだ1個も減ってないんでね。さあ、次、6歳のターン。お、強風ナイス。古代の採石場を見つけたデイモスのふるさとだ。あ、さらなる厄災か。
先にこっち片付けよう。一体だけだ。薬剤と戦う。うわ、強そう。私は記憶力がいい方なのだが、君はどうも奇妙な感じがする。まあいい。君をカオスに溶け込ませるのを楽しむとしよう。だとよ。だとよ。アーマー16か。アーマー16か、そいつはでけえな。なんかないか。いや、とりあえず。よし、成功した。ナイス。貫通系でガンガン決めていこう。で、防御力上昇、これ使ってみよっか。グレイシャーウォール。ナイス。よし、防御力上昇。お、すごいね。24、23、37だって。わ、これ必須だわ。これ必須だわ。ほんで、6歳は、アーマー無視、パーフェクトな一撃、これを決めて。ナイス、パーフェクト。で、ドスエが、防御姿勢じゃねえ。うわ、下がっちゃった、防御姿勢で。防御姿勢使ったら下がっちゃった。スノーボール、スタン効くかな？ちょっと一回、フォーカス6回復か。ちょっとやってみよう。失敗した！貴重な一回。貴重な一回を失敗しました。貫通も失敗。まずいぞ、こんなとこで手間取ってる場合じゃない。うわ、なんか来た。ショック状態か。これ、いよいよこれ使わなきゃいけないかもね。6歳さんは、なるべくアーマー無視決めていきたい。うわ、ミスった。よし、どうせ、これだ。今こそこれを使え。よし、使ったぞ。んで、もうガンガンいけ。いけ。ナイス。そして、今度こそ、もうパーフェクトスタンを決めよう。パーフェクトスタン。あ、スタン無効か。うわ、ちゃんと見ればよかった。スタン無効だ。やらかした。ババの神死ぬ。ババの神死ぬ。まずい。よし。次の6歳でとどめだ。まずいまずい。これは、確実にやろう。よし、オッケー、意外と苦戦。ババノシン死なせられないからね。さ、6歳がレベルアップした。お金安っ。ロアの本ゲット。デイモスの頭蓋骨、防御力4、最大体力15。スタン無効、燃焼無効、凍結無効。これさ、これ、ババノシンにどう？ババノシンに使う？うん、パーティーの体勢よりこっちの方がでけえな。デイモスの頭蓋骨。よし。あ、もうみんなモンスターだ。みんなモンスターだよ。んで、まだ動ける。もう動けないか。もう動けないので、ここで一回パーティー回収して、で、土星ここに降り立ちます。テント張ります。よし。確実に行こう。で、ババのシンも休む。ここでね、あ、カオスが近づいてきた。ここでしっかり準備して、6歳は瞑想でいいや。ん？あー、来た来た来た、火山が。これ倒したら消えんのかな。で、瞑想フォーカス満タン。1,2,3,4 か、4マスだね。で、ババのシンは、ババの神はとりあえず瞑想しとこう。よし、体力回復した。で、6歳さんでこいつ迷いトロール。よし、1体だけだ、倒そう。さあ、厄災ね、あいつを封じる。で、アーマーなしか。じゃあ普通にチャージ。よし、ナイス。そして、フロストボルト、オッケー。で、6歳さん確実に決めてよ、ランジ。ナイス、オッケー。無傷。さあ、お金を35、山分け。魔術師の杖。売ろう。売ろう。
で、そのままの勢いで、いけるか、もう。よし、いけるね。魔術師の火山。レベル8か。厄災と戦う。さっき貴重なアイテム使っちゃったからね。ただの武器で、こんな、大火を止めることなどできない。燃やせ。さあ、果たして燃やされるのはどっちかな。じゃあもうこいつ優先に先狙ってこう。溶岩ゴーレムは後だ。アーマーついてないのか。じゃあ、チャージでいいや。はい、96%。よし、決めて。まずあのじいさん倒せ。で、やっぱこれいいね。グレイシャーウォール。よし、これでディフェンス上げて。さあ、来い。おお、結構入るね。炎付与。あ、向こうだ。さっきのマスクでね。で、石炭の主、出血決めて。よし、ナイス。よし、出血したぞ。でも、とどめだ。チャージ。よし、決まった。オッケー、あとは、横の雑魚2体だ。雑魚じゃないな。こいつらもレベル7だからね。そこそこ強いよ。ナイスブロック。さあ、燃えとります。全体攻撃かな。いや、でも魔法防御16ついてる。じゃあ、フロストボルト3だ。結構だ、ゴーレム系は、どっち、耐性も防御も高いんですね。アーマー無視でとどめできるか。86%。決まんねえ。決まんねえ。ま、多分ね、まだテントが間に合うので、こいつ倒した後戻って回復するっちゅうのもありだね。とりあえず薬剤を2つ処分しちゃいたいから。いけいけ。アーマー貫通。魔法、残り、フロストボルトが決まれば倒せる。決まった。よし、倒した。オッケー。そんなに被害はなかったぞ。さあ、ゴールドコインは山分け。そして、ロアの本ゲット。おっと、来た。火山の帽子。パーティーの耐性1、魔法ダメージ3、100% ダメージ耐性氷、燃焼無効。魔法ダメージか。いや、きついな。どっちかというとね、今ゲットした装備の方が、魔法使いっぽいんだけどね。とりあえずターンエンドだ。で、ドスへ、瞑想しとこ。フォーカス満タン。体力が黙ってても回復するからね。瞑想して、フォーカス満タン。日が変わった。ちょっとファイアーエルムとか寄ってね、あれ買いたいんだけどね、本当はね。神のヒゲ。さあ、キャンプが消えた。で、ファイアーエルムに行くには、イカダで裏側に回ればいいんだよね。こういう風に。ここの契約は6歳がしてるのか。エネルギーブースト、ナイス。さあ来た。クエストはもちろんない。マーケット、神のヒゲ1個ある。まあ、買っといて後で渡そう。うん。アイテムは別に、ないっすね。で、売れるものも特段持ってないので。OK。じゃあもうここは用はないでしょう。とりあえずサービス見とく。高いな。よし、猿。で、あ、フレンドリーなキャンパーあんじゃん。スキルチェック。ちょっと行っとこう。ドスへ。2個。スキルチェック2個成功で、1ポイント25回復。1個でも経験値入るからね。来い。よし、回復。オッケー。あとはドライアドのランタン。うん。まあ、これでもあれか。ここにね。来るときに寄ればいいか。あとこっち側かな。で、気になるのが、ここ、この迅速の聖域移動ボーナス2ってこれ、誰も契約してないのね。なんで、これを、ババノシに契約させたい。どうだろう。とりあえずターンエンドして、さあ、回収できるかな？できるね。パーティー回収して、このまま船で降りよ。強風、ラッキー。ラッキー続くね。
よし、じゃあちょっと迅速のなんちゃら契約、とりあえず契約させたいからね、ババの死に。なんか出てきた。浅瀬の岩礁。速さか。うわー、船のダメージ受けんの。イカダだからね、ボロいんだよね。これ成功させとこう。92% 成功。いけるでしょ。ナイス。50経験値、オッケー。よし。この行動をすり抜けていかなきゃいけないのか。じゃあここに止めとこう。で、ババの神だけ、ババの神だけ歩かせて、よし、もうフォーカス使う。で、忠誠を誓う。オッケー、来た。これでね、ババの神の失われた契約が元に戻ったぞ。ターンエンド。そしてパーティー回収できるかな。できるね。パーティーを回収。ほんじゃあとりあえず見て回ったんで、こっち側の大陸行きますか。この溶岩地帯みたいなとこ行ってもいいよね。さあ、クラーケンがもう出ないと思うんだけど、クラーケンが出ないことを祈りたい。あ、で今のうちにちょっとアイテム分けとこう。神のひげを六歳さんに渡しておこうか。で、あとは万能薬だ。万能薬もババの神に渡して、こんなもんかな。うん、こんなもんだね。よし、じゃあこっち行こう。海の洞窟行くのもありかな。ちょっと通るか、レベル4だからね。通りましょう。よし、海の洞窟行きます。パーティーで参加。今回はこれが最後かな。さあ、だいぶ寄り道したけどね。さあ、来たぜ。レベル4とか、4とか3とか。とりあえず、マリン投資か、荒くれ剣士。骸骨魔術師を倒しちゃうのもありだな。うん、倒せるね。荒くれは？荒くれは倒せないか。よし、じゃあ、骸骨剣士。あ、骸骨手品師。はい、ミスった。はい、ミスった。60ゴールド奪われた。ちょっとあいつ倒せ。あいつ倒せ。ここは、こいつ倒してからでもいいか。別に。よし、倒そう。行動順見たら多分いけると思うんだよな。で、6歳さんで荒くれ剣士をぶっ倒す。ランジ、決まれば一発。ナイス、オッケー。これでお金は戻ってくる。あとはマリン投資だけだ。一回行動させちゃうけどね。一回行動させちゃうけど、まあ、大したことないっすよ。よし、とどめだ。フロストボルト3。完璧。OK。何かがフィッシャーっていう実績をアンロックした。何かがフィッシャー。なんだろう。さて、お金。土星にあげよう。町の警備兵の鎧、いらない。テレポートの巻き、おー、ラッキー。ラッキーテレポートの巻物。よし。こうやってね、ダンジョン回収するのも悪くないっすね。時間に余裕があれば。さ、次、ピクシーを倒しとこうか。ピクシーを、いける ?96%。ナイス、オッケー。そして、ホブゴブリンかな。ホブゴブリン。決まれば一撃。ナイス、オッケー。さ、そしてフグだ。危ない、即死攻撃。フグの毒ってやつか。ランジ、まあ、即死攻撃が決まってもなんか死のカウントみたいなのが始まるだけで、すぐに死ぬわけじゃないっぽいんですよね。その前に倒しちゃえばいいの。よし、ゴールドは6歳に。お、神のひげ来た。ありがてえ。やっぱありだね。うん、やっぱありだわ。この回るの、ほこやり久しぶりだな。ほこやり回収しとこう。うん、ダンジョン巡りもありっすね。日数が進まないのが嬉しいね。おー、ショップ来た。ラッキー。ラッキーは続くね。神のヒゲ高っ。神のヒゲ高いけど、でも買っておきたいな。あ、魔法使いの帽子渡すの忘れた。あ、いいじゃん、いいじゃん。結構売れるじゃん。黒猫、黒猫、バイバイ。
黒猫バイバイしても買えない黒猫バイバイしても、ちょっと待って、でもみんなでお金集めたってせいぜいあれか、火山の帽子売ろっか、売ろう。鉄製ホイールの帽子はもういいや。で、浄化の巻物売る。売って、ポータルの巻物もいらない。売る。え？なんか神秘のローブ？ん？神秘のローブって何？あ、これか。わ、これいいな。930。めちゃ高いけど。何これ？あ、金のスカーフの上位版だ。210か。これしたらさ、お金。ごめん、お金を、ドス上に渡して、うわ、炎の剣とかいいね、これ。絹のスカーフ買いますか？買って装備。で、神の髭が買えるね。1個買おう。うわ、だいぶお金使った。でも、これチャンスだからね。これチャンスとばかし、買いたいよね。で、魔法使いの帽子も、ちょっと一回渡そうか。渡して。耐性8はでかいかもしれないけど、いいか。売ろ？あ、結構するね。で、お金をちょっとごめん。全部6歳に渡して。それで、神の髭買えるかしら。すべて渡す。すべて渡す。はい、買えない。売るものは？はい、売るものない。もう売るものない。いやー、残念。神の髭2個買えずじまいでした。じゃあ進もう。次が最後かな？この洞窟のね。なんだこれ。大王街。大王街。森王街だね。開ける。なんだこれ。ゴールドコインっしょ？ちょっとずるくさいに。あ、ロアの本ゲット、ありがとう。あ、来た、貴重な真珠、これさっき使ったやつだ。ああ、またゲットできた。鍵開け道具、あ、ロックピック来た、今頃。磨かれたネックレス。あ、いいね。古いネックレスの上位交換。で、警備兵のブーツ。いらない。オッケー。あ、ありですね、こう、ダンジョン巡りもね。はい。ということでね、今回もだいぶ、ちょっと寄り道の回になったんですけど、だいぶ尺が長くなったんで、この辺で一旦締めたいと思います。ということで、この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。引き続き、フォーザキングの続きが気になる方、ぜひぜひチャンネルチェックよろしくお願いいたし、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。いつしか6歳でした。バイ。